今日は牛久市中央にあります藤屋さんにやってきました。そして今回もですね、このようにメッセージをいただいております。まあね、藤屋たくさんの方がおすすめしてくれてるだろうし、みんなももちろん知ってるペコちゃんのお店でございます。さあ、どんな新春の新しい商品とか面白いものがあるかな、見てみようと思います。行こう行こう。藤屋の入江さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私もケーキ屋さん来るともうワクワクするんですけどもね、もう華やかだし、ありがとうございます。いろんなのがあるし、入ってきて、あーケーキがいっぱいあると思ったら、はい、おやこっちの角、前と雰囲気が違うなと思うんです。そうなんですよ、うん、去年のね、7月か8月ですかね、はい、ちょっと改装しました。はい、もともとイートインスペースっていうのはちょっとあったんですけど、はいはい、そこをよりこうちょっとこう可愛らしく、めっちゃ可愛い窓とかね、ねえ、ペコちゃんとかいっぱいいるし、そうなんです、すごく華やかだし、そうなんです、なんか明るい感じ、元気になるんですけども、私ね、一番ね、はい、目についたの、わーっと思ったのが、はい、ここにあるんです。ミルキーの照明というか、上からスライスで、ちょっと触ってしまいました。はい、あ、危ないですよ。なんかね、しっかり。まあね、重い。本当ガラスですからね。ガラス。はい、オリジナルで。うちでちょっとガラス工房の奥野潮さんに、はいはいはい、ステンドグラス太郎っていうね、はい、アーティストがいまして、はい、その人にですねちょっとお願いをして、これ本当にテンションが上がる、そうわーってなっちゃう。ぜひここに座って向こうからねこう写真を撮るとすごく映える、映える、中でも映える、フォトスポット作りました、ね、はい、素晴らしい。ワークショップもすると、そうなんです、はい、ありがとうございます。ワークショップってどんなのやろ。ちょっといいですかこれ、はい、大丈夫。一応ですね、こういった、今回は7月の22日の日曜日です、はい、そうなんです、お近くのお店でイータさんっていうね、はい、市役所前にある消しゴム雑貨屋さんか、そうそうそう、文房具屋さんの、方と、にここに来ていただいて、はい、まあ、こういった缶バッジ作りっていうんですね、ここにやってもらってます。でこれ実はオリジナルで作ってくれた、これが本物のハンコだ、ヨコちゃんハンコ。あ、でこれをこうする、そう押して、かわいい、かわいらしいでしょ。こういった作りですとか、あとはこれも片押しで紙にですね、こう跡をつけてリングノート、下のあれみたいだったり、そうなんです、版画みたいな、そう、こういうのも可愛らしい。バラでこれも作るんですか。そうです、こういったのも、選んでいて、ここに来ていただいて、へえ、でもやっていただける、できればねご予約いただいた方が、はい、まあ混み合っている場合もあるんですけど、飛び込みでも入ることはできるんですが、まあ、できればねご予約いただきまして、うん、でまあ、消しゴムハンコとかスタンプ、あとはこういったリングノートを使いまして、それぞれが500円ずつで、お、非常にリーズナブルで、はい、はい、しかもお子様にはお菓子も、そうなんです、プレゼント、せっかくね来ていただいた方はね、藤屋のちょっとしたお菓子も差し上げます。もともとイートインだけじゃなくて、うん、まあ、そういった、ワークショップというかね、ちょっと人が集まれて、まあ、今ねコロナ禍なのでそういった対策も当然必要ですけども、うん、ちょっとこうにぎわいを作るというか、お店にちょっとこう活気をつけるって意味で、まあ、そういったワークショップなんかを、あとこれ以外にもうちでペコちゃんチャレンジっていう、ペコちゃんチャレンジ、そう、ケーキ屋さんの格好してもらって、エプロンしてもらって、まあ、これとは違うんですけど、はい、ちょっとエプロンをね、オリジナルのエプロンをしてもらって、でここの場をちょっとこう、ケーキ屋さんのイメージでケーキを作ってもらったり、うん、実際に作るんですか。はい、作ってもらって、で実際はそこのショーケースにこうちょっと並べて、おでお母さんと店員さんとで作ったお子さんがね、まあ、お子さん対象なんで、はい、お子さんが店員さんで、お母さんがやってきて、お母さんにケーキをありがとうございましたってこう売るっていうところまで、すごい、そういったペコちゃんチャレンジ、並べて売る、そうなんです、ペコちゃんチャレンジさせてもらうっていうようなワークショップもあるんですよ。楽しそう、子供だけなんですね。それも本当に人気で、あ、子供だけです残念、無理かな、ちょっとエプロンがこんな風に、ここだけお腹だけになっちゃう。お子様の対象なんで、そこはね、で、商工会のイベントなんかで町ゼミってあるじゃないですか。はいはいはい、あれにも何度かこうやらせてもらってるんですけど、もう本当にすぐ、申し込み開始の午前中でもう全部待ち合うみたいな感じの人気がありまして、それはもう本当継続してね、今度1月も2月もまだそれに行って決まってないんですけど、やりたいなと思ってます。ぜひね、そのお子さんがいる皆さん。はい、
ぜひ参加してみてください、ね、絶対いい思い出になると思う。そうなんです、ありがとうございます、ね、結構やっぱりケーキ屋さんね将来なりたいとか、うん、なんかそういった方もいらっしゃるので、まあ、そういった方もやっぱりこう参加していただいて、まあ、こういったカップケーキみたいなやつ、うん、もうさすがにちょっとね本当のケーキを作ろうって大変なので、あ、まあ、カップに入っていて、でそれぞれトッピングするものとかスポンジとか、あと生クリームを実際にこうみんなで立ててですね、ここにミキサーを置いて生クリームを立ててもらって、それを少しこう味見してもらったりとか、結構面白い。で最終的に最後にこう終了証みたいな、はい、それぞれ皆さんにあるから。いいな、もうめっちゃすごい思い出。そうなんですよ。そう、それはまあ富士屋のうちだけじゃなくて富士屋さんで何店かやっているんですけど、多分茨城県ではうちだけじゃないかな。子供の時あったらよかったな。さっきそのイートインの話もあって、はい、ここで食べれる、うん、ということなんですけど。ケーキだけじゃなくてお飲み物もあるんですか？あ、そうですね、ケーキとあとはまあホットコーヒーとかアイスコーヒーとか、はい、あとはまあうちのお店で商品になってるのはネクターとかね、あのモモとかレモンスカッシュも、そうそう、レモンスカッシュ、そういったのを、まあ、ここで食べていただいたり、まあ、ちょっとそのあたりはですね今後もう少しメニュー増やしたりとか、うん、飲み物をちょっと増やしたりとかね、そういったのも考えてます。ペコちゃんのほっぺとかシュークリームとかケーキとかすごいいっぱいあるんですけど、うん、はい、まあ、お得な日ってあるじゃないですか。あ、そうですね、はい、セールもあります。すぐ聞いちゃった。そうなんです、今回ですね、来週の水曜日ですよね、はい、はい、シュークリーム釜揚げシューでですね、うん、あちらに並んでるやつのたっぷりシュークリームと、あとミルキーシュークリーム、はい、白いホップじゃなかった、今日は並んでないんですけど、がちょっとお安くなるという、はいはい、セールがあります。毎週水曜日がお得なのと、はい、8月9日がお得、そうですね、8月、あ、よくご存知で、そう、はい、私ね、またね、はい、そのお得なのを見つけちゃったんですよ。あ、何ですか？なんで心配なの？心配なの？入り口のところに、はい、あ、そう、はい、明日まで、そうですね、新商品、はい、ルビーロマンのミルクレープ、来月って2月じゃないですか、はい、2月って素敵なイベントありますよね。あ、14日、そう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 、そうですね、もしかして藤原さんも何かいいことありますか？いや、もちろんやっぱりそのバレンタイン用に作られている、まあ、やっぱチョコがメイン、チョコとかあとはまあピンクっぽいやつとかね、うん、まあ、そういったのがメインになるんですけど、まあ、あの下ケーキも並べますのでぜひともお待ちしております。あとね、ペコちゃんが季節によってお洋服も違うじゃないですか。そうなんですよ、ついこの前まで、その前はサンタクロースをしてましてね、うん、その前はあの成人式の時は和服を、正月は着物着てくれて、成人式のお祝いでやっぱ来てくれるんですよ、うん、うちの従業員なんかも来てくれたんですけど、うん、まあ、一緒にペコちゃんと一緒にこう写真撮ってくれたりとかっていう、ね、あ、ちょっとあれレトロなペコちゃん、あ、そうなんです、あれレトロペコちゃん、多分もう手に入らない、ここにあるのは全部非売品なんで、あれ写真撮って、うん、一緒に撮っても大丈夫ですか？もちろん大丈夫、まあ、触るのはね、ちょっと、あ、そうですね、こう撮っていただくとかっていうのは結構いらっしゃいます、自撮りでこうやって撮りたい、私も後で撮ろうかしら。そうです、うん、なんか今おすすめのものとかってありますか？そうですね、先ほどねちょっと紹介いただきました、うん、釜焼きダブルシュークリーム、お、今度ね、さっきセールになる商品なんで、うんうん、それをちょっとね、あの味見していただこうかなと。え、いいんですか？嬉しい、なんか求めちゃってみたい。大丈夫です か？それをね、はい、ぜひちょっと食べていただければなと思います。そちらいただきたいと思います。いただきます。そしてこちらが試食させていただきます、釜焼きダブルシュークリームです。結構ずっしりしてるよ、クリームたっぷり、皮もね、皮シューの生地も結構しっかりしてるよ。ダブルシュークリームだから2つのクリームが入ってて、下にちょっと黄色っぽいカスタードと上に白いクリーム、いただきます。クリームがはみ出てくるぐらいたっぷり。そしてこのね、生地ちょっとしっかりしてるってさっき言ったけど、硬いのかなと思ったら全然ふわっふわってして、クリームと一緒に口の中でパーって溶けていく。でもしっかりしたクリームなので美味しい。めっちゃぎっしり入ってるでしょ。そしてね、この甘いクリームとシューの生地の香ばしい香りがさ、ずっと味わっていたいほど、黙っていたくなるほど美味しい。富士屋さんっていっぱい美味しいケーキもあるけども、釜焼きダブルシュークリームは毎週水曜日お得になりますので、ぜひ皆さん要チェックでございます。じゃあ最後まで食べたいと思いますので、
いただきます。食べる？ちゃんみよ、多分美味しいですよね。ごちそうさまでした。あら、どうでした？もちろん美味しかったです。ありがとうございます。本当にいつも会ってありがたいなと思います。どうも、こちらこそありがとうございます、いつも。今後その藤屋宿店さんがこうやっていきたいとか、こうなってこうしていきたいなという野望とか展望とか目標とかがあれば教えていただきたい。藤屋ってなんかこうイメージがあるじゃないですか、可愛らしいとか、なんかこうね、いつも安心するとか、ワクワクそういったね、そうワクワクするとか、まあ、そういったね、なんかこうお店、さっきのワークショップもそうですけど、何かこう味とか、ケーキを提供するというだけじゃなくて、何かそれが来た時にちょっと楽しい気分になるとか、何かこう楽しい体験ができたとか、まあ、そういったところでですね、本当にこうみんなにこうやっていただけるといいのかなと思っておりますので、ぜひ今後もですね、まあ、いろんなこうあのワークショップの種類も増えてくるだろうし、はい、まあ、ケーキの種類もね当然増えてきますので、いろんなこうキャンペーンなんかもやりながら、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。ケーキを買うところというイメージがあったんですけど、ワークショップがあったりとか、その、まあ、フォトスポットみたいな感じで映えるところがあったりとか、はいはい、ちょっとなんか違う楽しみ方もあって、子どもたちが元気に楽しくなっていけばいいなと思いました。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。でね、はい、でね、あの動画放送を見て、はい、ここに来た時に何かいいことがあればいいなとおねだりしたいんですが、せっかくねこうやってご紹介いただいておりますので、まあ、あのチャンミオ TV 見たとか、まあ、そういった、ね、ことをいただければ、うちであの提供してますホットコーヒー、はいはい、あのテイクアウトでもイートインでも、サービスさせていただきますので、いつでもいいですね。はい、大丈夫です。で今月いっぱいね、はい、おお、そんなにいっぱいまで、はい、うわ、ありがとうございます。来ていただければですね、サービスさせていただきますので、はい、ぜひご来店ください。ありがとうございます。はい、では皆さん、藤屋宿店お待ちしております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。